さんに来て、今回なんですけど、なんと、まあ、最近の CS 入賞報告数、3割超えてます。うわやばいっす、これ。えぐいな、これ。ファイアバードガチで、まあ、今勢いあるだけかもしれないけど、でもね、さすがにね、もう、発売してから、この短期間で、3割超えは、さすがにポテンシャルあるんじゃないかと。確かに。まあ、ティア1は確定でしょ。そう。次のね、ティア1。そう。環境は。で、しかも、今回、もう少しで、連絡を控えてるということで。さらに迎えたねと。なるほどね。やばい、これやばい。これやばいぞ。そうそうそう。ちょ、今回ね、そのファイアバードなんですけど、いろんな時期、アピポーズでもぶつけていきたいよな。そう、やっていきましょう。やっていきましょう。というわけで、最初はケンチ、ケンケンパッチ、どうぞ、赤白サムライ。これね、マジで挙動に似てるから、そう。終わりかな。タオル、ドン、チャージ、なら、チャラルか、あれね、そう、加算、そう、加算が。タオル、めちゃくちゃ強くね、クリーンで持ち出したらやばい。いく。これ、突撃インタビューで出ますよ、トリガー。確かに。チャージ。惜しかな、これ。しかもさ、これ、特殊とか言ってもさ、めちゃやってながら、2点だ。そう。2点、2点。普通に痛いやん。ツード。エンド。普通に辛いんだけど。ドローされたし。確かに。いや、結構あれだな。よし、痛い。うおっ、それは。いやでも、さすがに、期待値込めたら、ここと、ここ、破壊。あ、なるほどね。完全破壊、破壊。確かにな。終了。タオルド。だってね、さすがに、縦でドッサング引くとは思えない。そう。うん。これねどうしようか。チャージしちゃって。マナ色やばいしね。そう。2マナ。2点、2点。どうしようかな。まあ、破壊のために、で、破壊。友人どうした普通にやばいわ、普通にそれやばいわ。すいません。すいません。ドゥー。すいません。男、うめえ。いや、それちょっとやばいわ。ダメか。クロスなし。エンド。ドッパンが出てるだけでやばいんだよ。そう、普通に。うめえ。本当ですか、ノスキー。エンド。破壊。あ、破壊は出てない。確かに。エンド。トールを。同じコストのやつ。さあ。ハッターも控えてたよ。肝だから。マヒアイマ。強いね、それ普通に。そう。それ強いわ。クロス。それやばいわ。行きます。これ多分クロス。できるよ。あ、クロスしたら好きやったから、全員。そうだね。いきます。2点点クロス。全員好きやったになるから。これやばいんだって。いやー、びきしー。でもガードストライクめっちゃいるからね。そう。あと、注射もね。そう。あとスレイヤーだからね。お得。うん。ジェネレート、できねえ。これ、クリーチャーね、細かく破壊されてくるわけだよ。確かに。うごめいちゃうなぁ。怖いわ。見て。じゅほほ終わりたい。ちょ、
そう、ちょっと見てよ、ガチで待って、これガチで待って、クリア1点行くとき、おありすぎや、オッケーうわー、で、マジシャルピア効果3分1枚ありがとうございます。で、お顔もなし強いなー、打点がもう、そう、全然強いなんだけど、ここね、あとはもう殴りになる、全員殴れるんで、ここ、あぶねえ、ガチ怖え、いやガチ怖え、いいなこれ。最初はゲッチ、じゃんけんぽん、どうぞ。ディストリビュート、キンキン、エンド、ダウン、このね、ドリームメイトがね、うん、シャウチェイスワス初回しと、そうと、さあなら、取れ3枚、俺かかる、うーわ、そっか、やってやっとしよっかな、これ、いやー、人情回収しよっか、人情エンド、人情、いや、アンドガーナって、あ、これ人情じゃねえ、終了、ターン終わった、チャージチャージチャージ、サマナ、メイサマ、安定すぎる、安定だね、ターンモードでやればハイパーモード、どうぞ、うわぁ、これ縦が全部変わってるかな、確かにね、で、エンド時と見ます、5位以下の普通に強くなる、1人目 B シェフ、強ぇスイードじゃ、うっ、うっ、スタート、男だな、で、終わりっす、いやーターン俺だ、異様だな、うん、うわこのね、さあ確かにね、サンバだ、いざないミリーさん、あー、ディ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 トレス、こっち入った、なるほど、いっちゃうか、いっていっと、おおためね、いや終了時いっちゃうかこれ、ため時言うよ、終了時1回目、お、みたいね、途中で一応トレスのトレスで破天荒も可能です、あ、確かに、うわうわ、まあこんな感じ、わかります、回収シェフ12345666枚ドロー、6枚まで、あ、1枚2、3、
ですね。終了。お、あの、はい、食べてやろうか。あー、なるほど。あの、マナー以上につけたら破壊されます。あー、破壊。なるほどね。終了。あー、これ、品目やばいわ。うわ。これね。で、はいはいはい。こっちハイパーアルカの方で。そう。あと、白方が当たり。なるほど。で、当たるピア。で、これでガースレーが消えました。あ、無理や、無理や。ハイパーか。うっ。うわ。うわ。かなりやばい。プレイヤー行くとき。お。ファイアバードのクレード。5。いやクイーンピア打ってで1点いきたいです。一応キープ優しくだけブロッカーができる。あー、なるほどね。うわ、いや、俺か。うわすげえ。いや、意外と受けあるんだよね、意外とね。じゃあ、いやーってクイーンピアがやっべ、うわ、人情効果。人情、おお、なるほど。あ、なるほど。倒せ。なるほどね。倒す。出てきた。あ、なるほどね。出た。ワン。ディシェフ。うん。すんよ。ほら。何がいいと。なるですね。当たり手の効果。あ、確かに。はい。確かに。強い。確かに。当たり手強くね。強いこいつ。クリア当たりし。で、これ上司だもんね。そう。うん、実は。強い。で、当たりし。待ち待ち待ち。え、くっくっ。ありすぎや。うーわ、で、アリスリピアの効果3枚で出ます。うわ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 、で、まずハンクティー使います。どっうわ、まあそうでしょ。いや、これさすがにね、まあハンドから見てたらやばいから、先生メイさんは破壊、ハンデスでダブシ破壊。なるほどね。普通に順当に。で、こいつ2点だね。点2点。点2点。上2点。よし。実はね。入るんだよな。いくっ、あった、強すぎる。人情やばって。でもダメだよな。あー、強すぎる。かいキュー、あった、えぐい。いや、えぐいなこれ、ほんと。あー、なるほどね。ハムと、ワン。うーわ。悪あがき。確かに。ほんと。いや。くっ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 。実は、これメイディザー結構やばいんだよ。ウェイ、こいつ。あ、なるほどね。一体タップできるから。
で駐車タップされると割とマジで上がって、クイーンルピアの破壊がするから破壊しようか。洗車最終的じゃんけんぽん。腰反りエンドかな。いや、ちょっとひまけん先行欲しいよ。そうだそうだね、ガチっす。そう終了カモン終了ガチっす。うん、一応こっち捨ててもいいかも。うん、何しゃべってやガチっすね。そうこれね、クイーンルピアって言って終了タオル。うっ、そうそうそう。はい。うん、あー、これじゃない。そうジジイの嘆き。ハンガラミ。そうゲットダウンの。いや、うぅー、結構いいだ。長っぽいし、エンド。それって初段が結構やばいんだよ。ゲットダウンの。いやー、注射したらし、でも取れないからなんかこいつ辛そうだ。確かにちょっと辛そう。で、これハイパーが、うわ、一点いくかな。めくれる。ゴー。お。いやー、くれてる。いや、もうしゃあない。こっち行くわ。もうバレてやるって。お。いった。うっ。うん。オッケー。アタックし。アリスピア。うわ。頑張れ。うわ、おまけに SSS だ。これバウンス破壊終了。タオルだ。チャージチャージチャージ今でぼ、今でぼチャージチャージチャージ今でぼ、今でぼチャージチャージチャージ今でぼ、チャージチャージチャージ今チャージチャージチャージ今チャージチャージチャージ。あ、でもね、これ3ターン目だよ。確かに終わりたい。終わりたい、チャージチャージ。反動、なんだ反動ね。うまい。うわ。あ、地味に多色だから。ここで、出るまで。おお。これいいよ。そうなんだよ。バルピアアタックし、アリスピア。うん。いきます。ガソース。めちゃくちゃ強いじゃん。うわ。で、ハンプティ。ハンプティ。ハンプティ。プリスラーな。で、クランバッキーの効果で持ち帰れてないって言ったら、まだと。おぉ、なるほどね。そうそうそう。で、1点。いった。で、アタックの終わりにバルピエレスキの効果発動しまーす。お5体破壊せば追加弾取りまーす。やっべ、ここどこの5体ここで、置き換えが発動します。まず、クラウンラッキー1枚取って、あ、なるほどね、耐えます。で、クリームピアの破壊されるとき効果、他の兵器破壊することによって耐えます。おお、このハンプティ対象で、なるほどね。で、結果的に3体しか破壊できない。おお、で、それから確定してるんだよね。確かに。で、プラスこいつハイペア化してあるから、ちょっと何かやっかアタックし、くっ
ってるみたいな。まあ、メタオブヤシュえ、2点うわっうわっ追加点確定してるからね。そうなんだよな。そう。いいじゃん。なおさゆ。はい。いっぐ手札、山札。意外とか。いっ。こっちとマナと。終わりました。おお、これは出ないね。そう。入院。あ、入院で、ちなみに、追加弾取った後も、これバルフィアレスクでもう一回追加弾取れると。ひどね？ハンドに入れる。無限に追加弾取れると。いやあ、これ強い。あ、これ。そう。よし。じゃあ、デッキ紹介、いきまーす。どうぞ。ということで、こんなデッキだったの。そう。まあ、基盤結構してるかなって感じで。まあ、俺はね、多色とか、あと色合い見ながら、うん、このデッキの色配分を決めた感じですね。チェシャルピアが、これ黒単色なの偉いし、うん、受けになってくれるし、しかも、自分ドラゴン破壊された時にね、墓地から出れるんで、クイーンルピア破壊された時に、こいつ、墓地から出れます。ほどね。っていう感じですね。まあ、例えば、相手の受けの時に、これ、ね、インタビューで、クイーンルピア出して、ブロックで破壊されたとしても、もう一回、これ、肩代わりみたいな感じでこいつ出てきます。なるほどね。で、そうすると、まあ、相手プラス2打点とかないと突破できないです。うわ。みたいな感じですね。受け結構硬い。この見た目によって。そう。で、上書きます。はい。マジシャルピア。まあ、こいつね、手札から好きな、まあ、ファイワード落とせるんで、まあ、そこがガナテ派と違うところかな。まあ、例えば、最初にこれクイーンルピア落としておくことによって、みたいなね、フレームができたりとか、ガナテ派と違う強みがあります。で、ガナテ派。こいつ、まあ、オキドロと、ドロソとして、めちゃくちゃ優秀。そう。闇版、監獄。そう。やばい。で、ハッタルピア。これね、さっきの、ドリームメイト戦。そう。クリーチャートリガーしかないから。だから、そうだね、ハッタルピアがマジで刺さります。そう。だからさっきの動画見てもらうとわかるんだけど、盤面にラビッシュ引いて、で、俺がハッタルピアハイパー化させて、で、横にもハッタルピア、立てたんだよね。確か。で、2体ハッタルピアいる状態でやったんだけど、万が一、ラビシフでブロックされたとしても、まあ、もう1体いるよっていう状況を作れるから、まあ、2体出したっていう感じですね。確かに。まあ、1体だけいれば十分なんで、この時。まあ、2体いると、あれだね。X ライフ剥がしたまま、墓地に置けます。そう。2回破壊できるから。まあ、強くねこれ。いや、やばくねこれ。いや。で、ポピクロアラッキー。まあ、さっきみたいな、ね、ブレスラーとか。ストーリーも。そう。で、アーテルはちょっときついかな。確かに。コブラ。アーテルね、マジでやばいから。これやべえな。だってね、これ、マイナス4000されたら、エスケープ持たねえよ。いや。これターン中マイナス4000は無理なんですよ。うわ。全部シールドか。なるほどね。なっちゃうからね。うわ、いく。だから、アーテルには負ける。突撃インタビュー。これマジでね、革命だと思う。あ、そうだね。これね、同期と横の本気用とかも破壊できるから。確かに、確かに。で、そっから一気にエクストラン取りまくって、まあ、勝つなんてこともね、結構あり得るから。そう。マジで強いです。はい。で、トリガーだしね。で、ハンプティ。これやばいっす。これやばいな。まあ、なんか、3コス以下のやつ全部強いんだよね、実は。そう。で、ハンプティは、まあもちろんね、相手の盤面コントロールだったりとか、ハンデスで、相手次のターンどう動いていくかなとか読めるから。そういうね。めちゃめちゃ強い革命の一枚になっております。で、クイーンルピア。まあ、こいつ、あれだよね。まあ、上辺レッジとして、こっからアリスルピア行ったりとか、あと、バルピアレスクの破壊の時間で、まあ、他のクリーチャーね、破壊対象のクリーチャーを選ぶことによって、一体、使わなきゃいけるとか。なるほどね。破壊が。いろいろあります。まあ、プラスブロッカーなんでね、めちゃめちゃ強いです。で、バルピアレスク。これマジで、出世したな。いやな。こいつ、結構ガチでやばい。これね。そう。バルピアレスクいなかったら、攻撃そんな強くないと思ってる、俺。なるほどね。勝手に。確かに。こいついるから、もう結構やばいことになってる。で、公式気づいてた。で、気づいてたら再録するよね。確かに。ってことは多分、気づいてないんですよ。ってことは、公式の想定通りの強さをしてない。なるほどね。もうより強すぎる。一段階上行った強さになってると。うわ。俺は思ってる。で、アリスルピア。
まあこれバルピアレスクから出したりクイーンルピアから出る。まあ出し方二通りあるからそれ安定するよね。うん、これやばいよ。でアリスルピアでめちゃめちゃ展開できるんだけど、さっきやったように、まあこれアリスルピアからアリスルピア出ないから、あのインタビューインタビューアリスルピアってさっきめくれたじゃん。そう、あんなことはもうありません。あんなことはマジありません。さすがにね、2体ぐらいは展開できるから。確かに、さすがに。でチェシャチャオさんこいつねいや、まあぶっちゃけこいつじゃなくてもいい、こいつじゃなくてもいいんだけど、ただトリガーなのが結構偉いし、いいなこれ。うん、スレイヤーだから。そう、なんかふとした時にね、えってなるじゃん相手。そうだから、まあ一応入れてます。あとまあここを変えるとしたらマーチルピアとかありだね。あ、なるほどね。あとヤットバウルとか。確かに、まあ、マーチルピア結構強いですよ。でアシステストインコッピー、こいつねめっちゃ強いです。うあ、ウルトラセイバーだから。うわ、あの破壊されるとき確かこのクリーチャーは代わりに破壊できるから、こいつでもまたバルペアレスクの効果痴漢できる。なるほどね。でしかもこれね、あれなんですよ、あのなんかアーマード1軽減できる確か。うわアーマードだっけ、まあ、どっちか1軽減できるんだけど、それで3ターン目にこいつ出して、で4ターン目にクイーンルピアとか走れたりします。確かに。ということでまああの結構割と柔軟に対応できるし、この見た目で。そう。で、まあ、さっき言った通りね、まあ、CS でも結構入賞してると。いや、いいな。マジで強いと思う、これ。そう。で、まあ、マジックとかね、もうボッコボコにしてます。そうそうそう。うん。まあ、クロミドリアビスは、強いて言うならまあ、勝てるぐらい。うん。アビスがね。っていう感じなんで、まあ、皆さんもね、ぜひ組んでみたいと、そう。いただきたいと思うんですけど、あのバリカルとかね、バリカルとかになってるけど、最近ね、ちょっとあのめっちゃ高くなってるから、100万円ぐらい買っていて、2000で100万円買って、200万円で200万円で、めちゃめちゃ2000で買ってみたいな。あれね、この化粧品、マシアメシ、マシアメシとか、ポケグラムラッキー、アシステストリートピアン、これホイールあるから、全部クリーンして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 るから、全部ク